自転車なんだよ人生は。漕げば漕ぐほど上り坂、年を取るほど上り坂。どうもカーチュンです。黙っちゃったね。はい、カズホです。カズホです。はい。いやー、ペダルね、自転車といえばやっぱり漕ぐ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 ペダル、そんな歌もありました。競輪の CM ね、知ってる？いや、ちょっと分かんない。知らない、はい、東京プリンの歌ね。なるほど、はい。今日はですね、ちょっとペダルのお話なんですけれども、ここにダーンって押収物のように並べさせていただきました。ロードペダル、主に、ロードバイク向けですね。これオンロード用のペダルなんですけども、いろいろ種類があります。メジャーメーカーを大体持ってきましたけど、知ってっか、みんな。はい、知ってます。これはシマノ、うん、ルックックスピードプレイタイムですね。タイムですね。まあ大体4大メーカー、これ以外もいくつかあったりはするんだけど、うん、まあ大体このメーカーのいずれかを使ってる方が多いんじゃないでしょうか。う、ね、ということで、ビンディングペダルに変えたいっていう方はやっぱり初心者だと多いんじゃないかな。大体フラットペダルでスニーカーで、まあ、T シャツ着てバイク乗る方っていうのはサイクリングロードだと多いだけど、やっぱり慣れてくると周りが使ってるパチンってはめるやつね、あれね、ビンディングペダルね、ああいうのさっそうとはめてる人にね、坂でぶっちぎられたりしてね、ああいうのつけたら僕も速くなれるんじゃないかとか思う方多いんじゃないかな。憧れてましたね。ね、はい、でそこでペダルを変えたいってなった時に、じゃあどういう風に選べばいいのかっていうのをちょっと、うんうん、ブランド4大ブランド持ってきたので、これちょっと今日ね、解説させていただきたいと思います。加藤くんは何使ってるの？自分はタイムのエクスプロ10を使ってます。エクスプロで、はい、今日持ってきてるタイムはエクスプロのちょっと前のエクスプレッソってモデルね。はい、だけどクリートは一緒だよね、これね。そうですね、はい、だけど、まあ、タイムの特徴としては非常に軽いというのがあったりします。はい、いきなりタイムから話すか。いきなりタイムからいくか。4つあるメーカーの中でおそらくシェアが一番少ないと思われるタイムなんですけど、実は、ね、僕もタイムなんですよ。あ、知ってました。全部タイムです。なるほど。エクスプレッソも使ってるし、エクスプロも使ってます。はい、カフェクリートっていう、まあ、メーカーの名前なんですけども、クリートで、これ実はどっちもカフェクリートで、エクスプロもエクスプレッソも使えます。タイムのペダルの特徴はさっき言ったように非常に軽いというのと、あと足に優しいと言われてる、ね。うん、でどう優しいかというと、これね、動くんだよ、これね、センタリング機構でね。はい、で動くんだけど、他のメーカーのペダルも実はシマノもそうだしルックもそうだけど、クリートの種類によってはこうやって動かすことができるのね。はい、だから別にまあ動くのは普通じゃないのとか思うんだけど、タイムはセンタリング機構っていうのがついていて、動かしても元に戻ろうとする力がちょっと働くんですね。うんうんうん、だからちょっとずれて踏み込んでもガチっていかないで戻そうとしてくるわけね、ペダルの方が。うんうんうん、優しく元にそっと戻してくれるから優しいんじゃないかみたいな。なるほど。具合があるのと、実際他のメーカーのペダルって使った？シマノは使いましたね。クリートキャッチの落差が全然タイムの方が簡単にパッてはまっちゃうので。ああ、そうね、思いっきりバチンってやる感じじゃないよね。はい、ですね。クリートキャッチしやすいって各メーカーとかお話出たりするんだけど、これ正しく乗ってからの話ね、結局ね。あ、そうそう、乗ってないと入らないもん。そこにタイムって後ろ向いちゃうじゃん、これ結構、うんうんうん、ね、そうです。後ろ向いちゃうと入らないも入らないから、うんうん、だからその辺のキャッチはする必要あるんだけど、ちゃんと乗った時に結構そんなバチッてやんなくてもカチッチャッて簡単に入ってる、はい、っていうのがあったりします。あと僕の感想なんだけど、ちょっとね、剛性感低い。あ、そうです ね、確かに、はい、そういう印象あります、ね、なので足当たりがちょっとソフトになります。うん、まあ、軽量なものっていうのは得てして大体剛性が低いものが多いんだけど、うんうんうん、まあ、ちょっとタイムもそういった傾向があるかな。ちょっと測ってみようか。今日ね、測り持ってきてるんだよね、これね。エクスプレッソ1、すごい簡素だね、何もプレートないね。エクスプレッソ1ね、このペダルで片側で 114g ね。うんうん、これ一番低いグレードだから一番多分重たいから、うん、ね。そうですね。でとエクスプレッソ12、これ15ってあったっけ？15もあります。15もあるよね。これもう一個グレード、はい、セラミックベアリングだっけ？そうですね。15は、はい、これをセラミックにしたもん、ね、セラミックベアリングにしていて回転がこれよりもっといいってやつね。はい、これが軽っ76g ね。でペダルが軽いとどうかっていうと、投板の時にケイデンス上げやすいんですよ、やっぱ当然なんですよ。これは軽いシューズもそうなんだけど、ペダルが軽いとわーってハイケイデンスで上げやすい。まあ当然だよね、足こうやって持ち上げる時に重りが少ないからね。うんうん、これはなんだっけ、シクロクロスのヒヌマのね、猛烈な登りとかはね、軽いペダルの方が楽なんですよ、実はね。まあロードじゃないんだけどね、あれはね。っていうのがあったりします。でやっぱり軽いペダルの特徴としてはやっぱりチタンシャフトでね、うん、あとカーボンコンポジットとかあったりするんで、各メーカー軽いものが出てたりします。ただ、軽いものの中でもタイムは異常に軽いです、やっぱりね。はい、とにかく軽量なものを作りたいという人はタイムがいいよっていう感じですね。うん、スピードプレイの特徴としては、まあ両面キャッチがしやすい、さっき言ったけど、うんうん、これ裏面だとキャッチできない
て、これあのタイムに限らず他のメーカーもみんなそうで、これもみんなそうね。で結構このベアリングとかが調子がずれたりするとやっぱりね、あのちゃんと向かないことがある、特にこれあの軽いペダルだとベアリング調子良くてもグリスの都合で全然回らないのね、これね、ね、こういう感じね。だけどそういった時にスピードプレートだとすごいキャッチがしやすいから楽ね、ガチガチやんなくて痛めないっていうのがあったりします。スピードプレイは今和風かなんかに買収されて変わってるよね。そうですね、はい、和風になりましたね。和風のやつとか結構入ってるのパーツ感に。あ、たまに、まあそうですね、まだ発売されて間もないので、間もないから、ね、あまり入ってこないですけど、ね、たまに来たりします、はい、ですね。シャフトが黒森とステンレスとチタンがあったりします、うん、でチタンシャフトが一番軽いんだけど、でもタイムよりちょっと重たかった気がするな。そうですね、これちょっと測ってみたいと思います、はい。あ、やっぱ 100g 超えちゃうよね、うん、こんだけシンプルだけどさっきのタイムより 30g 違う。これ片側だから両側で 60g ぐらいタイムより重さい。だけどやっぱりタイムのこっちよりも若干軽いかな、これでね、うん、20g ぐらい軽いのかな。そうですね、っていう感じになってます、はい、何よこの、 あのシンプルなシルエットがいいよね。あとこれって思うにビチャム的にコンディションがいいやつって少ないよね。あ、そうですね、結構もう使い古されたというか酷使されたものが、そうそうそう、はい、あり多いですね。これ使ってみたけどちょっと合わなかったって、あんま使ってないのがあれば、うん、ぜひ売ってくださいという感じですね、うん、あの綺麗なやつはちょっと少ないです、やっぱりだいぶ酷使されてるの多いですね、うん、でそれからですね、シェア的に一番多いのがシマノ、これは PDR9100 ね。でこっちにあるの手前がベーシックグレードの、PDR7000 かな。はい、そうですね、7000ですね、 PDR7000 ですね。でこれあの105グレード、やっぱりあのとりあえずビンディングペダルで使う方多いんじゃないかなと思います、うん、シマノは全体的にこういう感じですよね、全部こういう感じ。アルテグラ持ってきてないけど全部グレー、足乗せちゃうと見えなくなっちゃうからね、まあ、そうです ねっていうのがあったりします。でシマノはやっぱりあの補修パーツも豊富ですし信頼性もすごい高いです、うん、すごいダメになっちゃってるっつってあんまりないよね。ですね、ね、踏むところも広いし、ただ重量的にはやっぱり4つのメーカーの中ではちょっと重たいかな、うん、105ちょっと測ってみようか。これね 129g、 これはミドルグレードに近い105だけど、さっきこれ、ね、116だっけです。そうだよね、116とか118だよねこれね、はい、でこれよりもやっぱり松台グレードのタイムより重たいなってくるね、 129g、 うん、これね。でデュラエースね、デュラエースはやっぱり持って分かるね、105よりちょっと軽い軽い、これ一番トップグレードなるけど、それでも 116g、 うん、あ、スピードプレイのステンレスより重たい。そうですね、だから軽いペダルつけたいって人はタイムとかスピードプレイとかの方がいい、うん、だけどやっぱりシマノの特徴としては剛性感って感じなかった。確かにそうですね、タイムにした時に剛性感ちょっとないのかなっていう風に感じたので。そうだよね、はい、だから僕も実は前スプリントが遅いのはタイムのペダルだからだみたいなこと言われるんですよなるほど、ね、シマノとかにルックとかにすると絶対いいからみたいなことが結構言われるんですね、うんうんうん、だからあの剛性感ね、踏んだ時のガシッとした感じ、ね、こういうのを狙いたい方とか、あとまあ、 あの定番のね、あの安定した品質とか求めたい方とか、シマノとかで無難に選んでみるといいかな。で最後にルックですね、ルック実は僕一時期使ってました、いくつかグレードがあったりします。で今日持ってきてるのはこれセラミックのベアリングね、はい、でセラミックベアリング使ってるモデルっていうのはシマノにはないのかな。はないですね、ないんだけど、はい、ルックとタイムにはあります。なのでここの回転ねすごいいいんだわこれね。でセラミックベアリングがいいっていうのはこの単純に回転がいいっていうだけじゃなくてキャッチしやすいんですよ、うんうんうん、ね、セラミックベアリングがすごいクスクス回るとちゃんと重たいところが下に来るようになってるわけよこれね、振り子式でね、ね、こういう感じね、まあ、どうやってもここが下に向くってことは同じ向きになって同じステップインでちゃんとビニングが入るようになってる、ね、素晴らしい、はい、セラミックだけどシャフトは、黒森シャフトかな、うん、でこれ重量測ってみようかね、 116g ね。でこれより軽いとチタンシャフトがあって多分それだと 100g 切るかなぐらい。そうですね、まあここまで測ってみると分かるんだけど、やはりこのタイムの異常な軽さね、軽い軽いですね軽いねね、だから 100g 切ってるのってなかなかないし、うん、タイムはマツダイグレードでも 116g ぐらいで、他のメーカーとかだとトップグレードでも大体それぐらい感じね、重たいやつだと120、130とかなってくる、片方だけ測ってるから、重量差は倍ぐらいあるよっていう感じですね。ちなみにルックは、僕も使ってて、このバネとかが変えられてこのステップインの硬さとかが変わるっていうのと、うん、ケオクリートね、クリートの種類でこの角度が変えられる、この辺はシマノとかも一緒かな、うん、ただ若干やっぱシマノより軽いかなっていう傾向があるかなっていうのはあります、うんうん、シマノと違うのがこのスタックハイトって言われるところね、この高さね、うん、ルックはモデルによってはちょっとスタックハイトが高い感じがします、うんうん、なのでまあそういった違いがあったりするので、まあ各々あった、ライドスタイルに合わせてペダルっていうのは選んでみるといいんじゃないかな
んじゃないかなと思います、はい、X プロって、はい、結構満足してる。変えてみたいと思ったりはあんまりしない。あー、 X プロ15にしたいなって思ってます。今10を使ってます。あ、10使ってます、はい、15ですよ。セラミックベアリングにしたい。はい、やっぱステップインを楽にしたい。そうですね、やっぱいい結構もう裏面ガシガシになっちゃったりしてるので。そうなんだよね、はい、あのこれ軽いペダルって言ったように僕も実は X プロ12を使ってるのねでここまで硬くはねもうちょっとこなれてんだけど、なかなかね上向いてくんないんだよねこれ ね、 そうですね。ほら違うでしょ、ほらあのカメラもこうやって向けるけどこれね、もう全然止まっちゃうでしょ反対向きでね。これセラミックベアリング動かしただけで動いちゃいます、ね、動いちゃうもんね。こうそう、だからこういう風にスルスル回った方が実はステップインしやすい、うん、そうだから単純にビンディング自体はそのここのバネがあるとちゃんとした位置だと入りやすいけど、それだけじゃなくてちゃんとした位置に来るにはやっぱセラミックベアリングの方がちょっとキャッチをしやすかったりするし、うんうん、こうやって回した時の抵抗も少ない。気になってきた方とかはもちろん買いたいなって方も結構いると思うんですけども、ビチアモ的な価格のご案内をさせていただくとですね、今日持ってきたペダルでおそらく一番安いのがエクスプレッソの1かな。これビチアモですと2200円プラス税で。安い、超安くないこれ。そうなんですよ、1200円で重量も軽い 116g ね、はい、軽いねですね。でエクスプレッソ12とかだと12とかだと2万5000円になってきます。あ、やっぱ高いやつはやっぱ軽い、はい、それからルックのこれセラミックベアリング、これも結構高いですね。1万9800円ですね、結構します。ただこんなにするのあんまないかな。ルックのこれケオブレードなんですけど、セラミックベアリングじゃないやつとかだと4000円から6000円ぐらいだったよね、うんうん、確かにそれぐらいで売ってたりします。比較的手を出しやすいです。はい、でやはり皆さんあの人気があるこのシマの105ですけれども、これがだいたい6000円ぐらいね。めっちゃ綺麗だなこれ。そうですね、こちらだいぶ状態も状態いいよね。こちらのデュラエースっていうのがだいたいまあそれでも2万円弱ぐらいかな、1万6000円から1万8000円ぐらいで売ってたりはします。コンディションだいぶ綺麗なものって割と掘り出し物だよね。そうですね、結構回転にゴリがあったりとか、うんうんうん、あとそうですね、あのシャフトにガタつきがあったりとかですね、うんうんうん、あとこのサイドに結構ガリ傷がつきやすいんですけど、うんうん、そういったものが結構多く入荷したりしますね。そうだね、はい、やっぱりどうしてもね、あの踏むとこだし ね地面に近いとこだし、落車した時に一番最初に擦るとこなので、はい、やっぱりちょっと痛みやすい。で逆に傷がないものは割と掘り出し物っていう感じですね、はい、そうですね。シマノのペダルだったら結構、うん、あの、うん、こちらの文字が使用歴によって消えたりしてるので、うん、この文字がはっきり残ってたりすると結構まだ新しかったりするので、あ、そうかそうか、はい、そういうとこで結構見分けれたりするかなと思います。確かに、あの確かにこれ消えてるもんね、これね、ちょっとね消えてるね、はい、これもだいぶ綺麗そうに見えるけど、やっぱりこれだけちょっと消えてると、まあ、ある程度踏んでるな。で基本的にやっぱ左側から外すもんね、みんなね。そうですね、だから左側のペダルですね、はい、ここのロゴが残ってるものは使用感薄いんじゃないかな、ね、タイムとかも結構このプレートが文字が消えたりとか、ね、ルックもですねこの文字が滑ったりします ね、うんうん、ねやっぱクリートとかちょっとなんかね突起みたいなのがあるんだよね、うんうん、ペダルにコンタクトする それがここの金属になってるとこ、まあこうシマノだとこの辺かなに当たったりするので、これがやっぱ傷が多かったりとか、まあタイムとか分かりやすいよね。だって僕のタイムとかブルベで使ったやつが全部消えちゃってるもんこれ。ああ、ね、本当ですか。もう銀色になっちゃってるもん、ね、なるほど、黒かったやつがね。そう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 なので、まあ、あのこういうフェイスプレート の摩耗度合いで大体な、うん、写真で使用感とかどれくらい使ったものかっていうのを見分けられたりするので、それもちょっと ね基準にして選んでもらうといいんじゃないかなと思います。はい、というわけでですね、今日はですね、あのビンディングペダル何が違うのということでですね、パーツ館のスタッフのね、あの中向君と一緒にお話しさせていただきました。ぜひですね、ビンディングペダルですね、ご参考にお選びいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。バイバイ。バイバイ。